にちは、TMRです。今日はツイッターの方でビルこちら初音さんにやってもらいました。そんじゃ早速行ってみたいと思います。じゃあ、ど真ん中撮ってもいいですか？ありがとうございます。定食夜もやってる。やってますよ。すげえ、これ。あ、とりあえずビールをもらっていいですか？な、生を、生で。あ、ありがとうございます。じゃあ、刺身の盛り合わせを一つ取りますね。はい、はい、これが1億円プレイヤーだったら1億円くれるのかね、そうなったら。刺身盛りが来ました。これはどれが何ですか？これはカツオですよね。はい、カツオで、これが上がイサキ。イサキ、はい、うん、で、手前がクロムツ。クロムコーンがタイです。あ、これがタイですね。はい、ありがとうございます。めっちゃうまそう。 D ブロックにしか買えたのパスワードからね。クロムツです。まあまあね、全然発表もしてないから。ただやるってなると企画書から何から作って役場やるから何だよ。美味しいですね。はい、イサキはね、イサキも好きなんですよ、僕。はい、今イサキはちょうど来てる。ウイサキはこの前。え？前の。前の浜で取れてる。あ、そうなんですか。はい、え、釣れるんですね。釣るっていうか、漁で。シラスの網に入る。あ、そうなんですか。はい、シラス追っかけてるってことですか。はい、あ、そうなんだ。これはね、イカニですよね。開けてみましょうか。よいしょと。おー、すごっ。え、これ胴の中にゲソが詰まってる。ちょっとこれ初めてだな、このパターン。足を別々に踏むと、まとまりはできないよ。なるほど、すごいな。食べにくくなってるかもしれない。それは認めない。まあ、一口で入れば問題ないです、はい、こんな感じですよ、これ。ぎっしり詰まってる。いただきます。うまっ。実は決まったところしか行かなくて、なかなかそのきっかけがないですよね、新しいところに行く。で、今回ツイッターで見て、ずっと前から見てて、来れない距離じゃないんで、いつか来ようと思ってて、ツイッターの投稿の写真がすごい綺麗で、一眼レフかなんかで撮ってんですか？スマホで撮ってんの？全国で今1万人ぐらいの人が見てますよね。もっといるかな。もっといるかもしれないですけど。あ、そうですか。千葉から。いや、あれは来ますよ。生一つください。あ、アジの塩焼き。今日のはどうでかいので。でかいので半身です。かけます。じゃあ背中の方からな。バリッといきましたね。うん、うまっ。高いっすね。そう、レタスがすごい高くなっちゃって。ナスも高いですか？半袖って言います？半袖って言います？半袖、OK。 西の方行くと半袖って言うんですよ。
半袖で、なんかちょっと違いますよね。うん、それ言うと怒られるんですけどね。違うよって言うと、なんぼでも飲ませるな。超うめえ。ポチキュウリスですね。夏は酢の物がいいですね。はい、タチウオとキュウリ、何もらうねえこれ。おいしいの、こういうとこがおいしいね。うん、皮が大好きで、うまっ。黒はんぺんのねフライです。これ超うまいですよ。いただきます。もう笑ってんだろ、これ。こっち怒ってんだよ。だーっと首根っこ持ってたんだよ。俺を止める言葉だよ。ただ笑ってる。何このハンペン。だってこんな分厚くなるのこれ。俺が笑えたね。もっとペラペラっすよ。うん、うまっ。全然味違う。びっくりした。ありがとうございます。行ってすぐ思ったの。おかしいだろ。なんか今なら変えてもらえる。下くにしてないから変えてもらえる。カツオの心臓をいただきました。いただきます。おじいちゃんの本性を見れるぞ。うん、大丈夫、うん、大丈夫。おいしい。特にこのね、あの、なんだろう、この白い、そう、白いとこが美味しい。酒っちょの、この、ここが美味しい。この、こっち側の大きい方は、レバーみたいな感じですね。うん。人間で言うと、うん、あの、心臓の、なんとか質って。うん、まっ。すごい、なんか、味が濃いっすね、ここ。ね。マジでいいんですよ。